そういったことで今回はレフト4デッドやっていきたいと思います。今回もデッドバイデイライトです。妹のフランドールです。このビルおじいちゃんはもともと L4D のキャラなんすけど、ゲスト参戦という形でこのデドバにも生存者キャラとして登場してるのですよ。ちなみにこのビルが使えるのは PC 版のみ。どうやら PS4 版は大人の事情でおじいちゃんは使えないらしいっすね。でもビルの固有パークは共通パークとして出てるみてえなんで、ゲーム内容はほぼ変わりなく遊べますんで。おっと、早速チェスト発見。アイテムはお年寄りに譲るのがマナーですから、すまんな。アイテム拾うのはいいんすけど有効活用してくださいね。しかしこのビルおじの固有パークってぶっちゃけどれもあんま役立たない感じありません。まあかなり限定的な状況でしか効果発揮しねえパークばっかなんすけど、今回はあえて与えられた猶予を積んできましたよ。与えられた猶予は鬼の心拍音範囲で味方を救助すると助けられた味方は15秒間、鬼からの攻撃によるダウンを1回だけ耐えられるっつうスキル。ただし受けたダメージは数十秒後に発動するんで、鬼から逃げ切ったとしてもダウン必至という、これどこで使うんな微妙スキル。使い方としてはやっぱゲート相手から味方がフックされた時くらいしかね。おっとサバが釣られとりますよ。ここはわしの与えられた猶予の出番が早速来たか。いや正直今そのパーク必要ないっすけどね。ならばここは一旦修理で。とはいえ救助には行ってくださいね。この序盤でサバ一人減るのはかなり不利ですから。しかし奥からなんか透明なのが来てますよ。どうやら今回の鬼はレースみてえっすね。ここはどうやらわしがおとりになるパチンみてえなんで、フックされてるサバからなるべく離れるようにチェイスぐらいでしといたアタック。誰かがフックされてる状態でのチェイスは鬼をなるべくフックサバから離すように逃げ回るのが基本。そして小屋出たあたりで足跡残らんように歩いて窓枠まで移動。不慣れな鬼なら見失ってくれる率高まりますし、見つかっても窓枠挟んで粘れるんで有利なポジション。そしてこの間にフックされた人も無事救助された模様。鬼も負けたみてえなんで、もう発電機修理戻って大丈夫みてえっすね。なんだよこりゃ、今回楽勝っすね。やっぱこのランクではわしでも無双できてまうすんませんの流れやね。今回も鬼の人すんませんの流れやね。ごめんなさいね。調子乗ってすんませんの流れやね。はいすんません。ということでどうやら破滅持ちみてえなんで、これは呪いのトーテム探ししないと発電機修理始まんねえ流れ。いやーだから小さな獲物積んでくりゃよかったでしょうよ。ボロタイとかしにパーク積んできてんじゃねえよ。おめえだよ。ということでそれから8分間呪われたトーテム探すも一向に見つからず、すでにズタボロとなったサバイバー4人の続きから。ずさんな肉屋だとかカラスだとか、そんなチャチなもんじゃ断じてねえ。もっと恐ろしいパークの片鱗を味わったぜ。ここで爆音っていうことは、どうやら誰かが呪いトーテム壊してくれたみてえっすよ。とりあえず今は鬼から逃げ切らねえと。3人負傷状態はさすがにヤバいんで、最悪捕まるとしても時間稼ぎはしたいところ。お姉様はまだフックされてませんが、他の人はすでにフックゲージヤバい人もいますんで。しかしここでチェイス音がしなくなったってことは逃げ切れたか。どうやら他のサバにタゲ変わったみてえですよ。じゃあ今のうちにお手当てタイムやね。救急箱拾っといてラッキーでしたね。やべ、チェックミスった。ほんまこいつほんま。慌てんじゃねえよ。焦らすんじゃねえよ。慌てんじゃねえよ。ここはじっくり落ち着いてやればできっから。スキルチェックミスると鬼に一バレるんで、場所代は大事。最近はナースコール持ちの鬼も多いんで、手当てしてるだけでも見つかりやすいから、なるべく障害物の多いアンチで直したいところ。看護婦の使命は手当て中のサバを可視化するんで、鬼が近くにいる場合の治療は注意。なんやかんやでお一人様昇天するも、残り発電機1台で絶賛鬼とチェイス中。お、味方が修理終わったみてえっすよ。なあ、わしの役目も終わったな。タゲ取りお疲れ様でした。おじいちゃんの頑張り忘れません。お疲れ様でした。いやだ、わしまだ死にたくないでござる。絶対に働きたくないでござる。はい、じゃあフックに吊るされるお仕事しましょうね。みんなで頑張ってきたじゃないですか。最後くらい3人で脱出しましょうよ。助けてください。空気よね。こいつ結局自分が助かりたいだけなんやなって。まあまあさすがにここまで来てわし一人見捨てるなんて血も涙もないサバはいませんからね。とはいえゲート開いた状態での救助は鬼も警戒してるんで、無理強いはできませんよ。というフランさんの非道徳的冷血発言を無視して、ねぶたそが助けに来てくれたよ。感謝感謝。なんでわしが悪いみてえな空気なってんすかね。もっとしかもお手当てもしてくれる高待遇ねぶちゃん大好き。しかし背後から忍び寄る透明な影がガガ。ねぶたそ危ない、後ろ来てるで。わし逃げるけど後ろ気をつけるやで。わし一旦逃げますけどやで。すんませんですけどやで。未だかつてこんなゲスの極みサバがいただろうか。いや、いない。フランさん
さんと矢顔班を決めてる中恐縮ですが、ここは一旦小屋奥まで避難でお手当て買いしまってろ。ねぶた、そこのわしが必ず助けるかもしれない。できうる限りの手は尽くすつもりですけど、一人でも多くのサバが逃げることがこのゲームでは大事だということだけはあらかじめご理解ください。そこだけはすんませんですけれども、やで。おめえ様保険かけてるとこすんませんけど、フックされたのねぶた、そじゃなくて助け行ったみんちゃんです。助けろみんちゃん、今おじさんが助けに行きます。何事もなかったようにみんちゃんシフト。しっかり鬼に追われつつも窓枠ジャンプっからのフック救助。ここでボロードタイム発動多分。さらに殴られてダウンもレースの足止めするビルおじの勇姿をその目に焼き付けろ。これはいいフック救助。一見無理救助のようにも見えるけど、鬼の心音範囲内でフック救助しないと効果は発動しないんでね。しかしボロ隊は最近のアプデで救助した側には発動したかわかんねえ仕様になったのが不便っすね。おっと、ここで倒れたわしを救助にねぶたそが再び登場。感謝の極み。いや、さっき見捨てて逃げたのによう助けに来てくれましたね。いや、これはほんとありがてえなっつう話ですよ。これがサバの絆力。みんちゃんも無事脱出したみてえなんで、あとは我々ももう一つのゲートから脱出するだけ。いや、まさかの持っててよかった、与えられた優遇。こういう状況だとボロ隊も強パークっすね。つうことでこれはグッゲームと言わざるを得ない。またなんかありましたら。